しいの B ちゃんはいいことだけど、水道もこの暑さでクタクタになっちゃって、筋トレちゃんとできるかな。エツマスクね、これエツザーリというか、頑張れたら頑張ってみたいと思います。追い込んできます。はい、今日もちゃんと筋トレ行ってこれました。すごく疲れてる。うん？体がちょっと痛い。追い込んだ。追い込むことができたんじゃないでしょうか。今日はね、ベンチプレス。いつも一人で35キロ上げてんだけど、これがまあまあしんどいぐらいで。で、村長がいて、今日ベンチプレスの方が空いてなくて、スミスマシンの方でベンチプレスやろうとして、スミスマシンだとね、軌道が安定するから、いつもよりちょっと重い目もいけるんですよって言われてそそのかされて、でその通りに、だからいつも35やってるけど40やってみて、でさらに補助もついてくれて村長が、で上げてしんどいっつって、ほぼ無理だって言ってんのに、あと1回あと2回あと1回とか、あのね、補助つきながら、限界の向こう側を、筋トレ共同でやると、そういうのがあるあるらしくて、もう自分では無理だと思ってても、あと1回もしくはあと2回っつってケツ叩いて、まあちょっと補助してくれて、でそれでやることに一番意義があるらしいの。その一番しんどい時に一番ちょっとだけ補助はもらうものの、頑張ることに一番筋肉を追い込んでることになるのかなとは聞いていて、今日初めてそれやってもらって、なんか追い込めた気がする。うん、自分としては一人じゃ無理だったな。まあだからそれはありがたいというのと、村長の補助とか関係なく、足がね、まあそれは自分で自力で頑張ったけど、普通にね、なんかやたら効いてる気がするな。明日歩くのバカしんどいかもまあ仕方ないことだし、体が痛いのは頑張った証拠だからってことで頑張るしかないんだけど、明日はネタ見せぐらいか。まあまあ、うん、嫌な顔とかじゃなく、今体がしんどい、ちょっと疲れてるってことは追い込めたということで今日ね、今さっきちょっと村長いたってたけど、僕一人で行ったので、水道終わりに自分のペースで、何時に終わるかもわかんないからみたいな感じで、筋トレ友達グループラインに何も言わずね、普通に一人で行けばいいやと思って行ったら、村長がいて、あ、お疲れ様ですつって言ったら、お兄さんもいるつって、でもう一人なんかバイト村長が前にやってた、まあまあ、うん、もう一人女子が、まあ、バイトの連中とも行く時があるつって、だから村長たちもみんなで行くグループラインには芸人側には言ってなくて、だから村長とお兄さんがいて先に来てて、で先上がってお疲れ様です言って、で僕そっから1時間後ぐらいに上がって帰ろうとしたら、前からシャバゾウさんが来て結局まあまあみんなで時間を合わせたらまたいろいろずれちゃうだろうから、まあ各自で来てたって話だけど、ほぼよく行くメンバー全員勢ぞろいしてたっていう時間差こそあれ、うん、シャバさんが真面目に言ってるから負けてらんないのだよ。そう、そんな感じかな。うん、ちょっとねスケジュール的にここ最近3日おきで頑張れてたんだけど、スケジュールの都合で
4日空きになっちゃうな。まあそれは仕方ないことだから。うん。あ、4日空きも無理かな。ライブっぽいんだよな。まあまあ、その辺はうまいことやりますよ。うまいことかどうかわかんないけど。まあまあ。うん、そんな感じ。あ、もしかしたら、5日空きかも。まあいいわ。そういうこと。筋トレ。20は5減ってきた？わかんない。早く何か結果が出てほしいな。見るからに痩せるとか、メキメキ重いの持てるようになるとか。まあいいけど、いいんかい。チントレ登録してね。